こんにちは、倉敷ひいな店です。今回は小川のり子さんの作品をご紹介します。小川さんは粘土で球体関節人形や時に動物をモチーフとした作品も作られています。倉敷ひいな店には初期からご参加いただいています。今回はこちらの2作品、まずはこちら、タイトルは隋、大きさ25センチ、鶴の冠がめでたさを醸しています。すっきりした顔立ちに全体に色味を抑えた様は伝統人形的な雰囲気も兼ね備えています。そしてこちらの童子、25センチで正座ができる作りになっています。どちらも日本古来のお人形の雰囲気を感じる、ほっと安心できるような小川さんの作品、ぜひ会場でご覧ください。